はい、こんにちは、団長です。今日はいつもの通りチャートギャラリーを使って、日経225ですね、こちらの方のトレードをしてみたいと思います。はい、では今日も早速行ってみましょう。今日はこの辺りから。はい、時は、1994年ですね。8月29日月曜日からのトレードとなります。まずは移動平均線の並びから見てみましょう。下から赤、紫、緑、青ですね。かなりごちゃごちゃした形の移動平均線になっているかと思います。ということで、しっかりしたトレンドが作れてないなという状況で、少し引きの形で見てみますと、そういうことですね。93年が一番下にあって上昇したんですが、少し高止まっているというような形に見えるかと思います。ここの高値とこちらの高値ですね、こちらの方はですね、2万1000超えてますので、やや高くて、ここにももう一つありますね。でそこを抜けるかと思ったら抜けずに2万1000を超えずに今下がっているといったような状況になってくるかと思います。はい、拡大しました。ということで、今ですね、移動平均線の並びあまりよろしくないので、ここはノーポジからスタートいきたいと思います。はい、では行ってみましょう。火曜日、水曜日、やはりですね、この状況で青と紫の間に入ってますので、必ずどちらかに大きく触れる予兆だとは思うんですが、まだですね、抜け切る前はトレードしない方がいいかなと思いますので、ここも様子見していきたいと思いますね。木曜日、金曜日、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見ると、下から紫、青、赤、緑、一緒ですね、ひっついてるといった形です。週足で見るとこの後上昇してくれると、物別れのパンパカパンになってくるというような局面になりますので、そうですね、やはりこの形を見るとどちらかというと上昇局面でいいかなと思いますね。抜けてってほしいかなと思う状況だと思います。いきましょう。月、下がりましたね。これは、検証動画第1弾の紫割れを起こしていると判断すれば、下落になってくるかなというポイントかと思いますね。はい、ということで、今ですね、紫割れを起こしましたので、そうですね、一度ここは売りエントリー入れてみたいと思います。打診売りからいきましょう。火、水、いいですね。おお、今日は取れましたね。ここはですね、そうですね、このまま行ってもいいんですが、2万円ですね、価格の節目2万円に今当たりそうなところまで来ています。終わり値で2万23円ですね。これ跳ね返る可能性が高いかなと思いますので、跳ね返ったら1回利確してもいいかなと思います。相場先生の9の法則使って、我慢するという手もあるとは思うんですが、そうですね、ちょっとここは様子見したいですね。一度陽線つくか1日見てみましょう。木、いいですね、まだキープしましょう。金、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見ると、そうですね、パンパカパンが崩れてしまって、逆下半身をつけたといったところですね。やはり2万1000超えられずに横ばってて、その節目を割れて、今下落したといったところでしょうか。ただし今下にですね、60周線がありますので、ここはもしかしたらですね、この後横ばってくるかなというところだと思います。ここは、相場先生の9の法則を使って数えて1、2、3、4、5、6ですね。もうちょっと行ってもいいのかなと思うところですので、2万円割ってますので、このまま、行きましょう。月、火、そうですね、ここで手締まっていいと思います。上から数えて1、2、3、4、5、6、7、8、陽線ですね。こういう形になりましたので、ここで手締まりたいと思います。団長は紫割れですね、団長の検証動画第1弾の紫割れでエントリーして、その後ですね、ずっと取れたという形で、それなりにですね、ここはしっかり取れたかなと思います。なかなか幸先いいですね。気づけばここですね、日大の形ですね、逆日大の形になってますね。やはりこういったエントリーポイント、こういったところはしっかり、エントリーしてしっかり取っていくというところが、今日良かったかなと思います。はい、ではここからですね、一度ノーポジでいきたいと思います。水、まだ下がりますね。木、おお、下がってきましたね。上から、紫、青、緑、赤、逆パンパカパン完成ですね。ここでは前の節目、前の安値ですね、ここのひげを割ったので、追加してもいいかなというような状況かもしれませんね。上から数えると 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、これはちょっと難しいですね。入れてもいいかなと、追随したい気持ちもありますが、今おそらく移動平均線、週足で見ると、青の60周移動平均線割り込んでるというような局面だと思いますので、そうですね、ここはちょっと引きの形でもう一度見て、そうですね、
なかなか入れてもいいかなという気持ちがありますね。やっぱり月、おお、いいですね。しっかり取れました。このまま追いかけましょう。か、戻ってきましたね。これでチャラですね。水、一旦戻りそうですね。ここは、しっかり撤退しておきたいですね。エントリーがここになりますので、少しやられたといった形になるかと思います。いきましょう。木、金、シュワシ見てみましょう。はい、シュワシです。そうですね、やはりここですね、60周移動平均線のところで一旦下げ止まったという形かなと思いますね。この後また下がってくるかどうかっていうところがポイントですが、一旦ですね、団長の読みとしては軽く上がって、緑の、20日線ですね、20日線にブロックされて下落してくれると、一番いい動きかなと考えております。はい、では上昇ですね、数日間上昇すると思いますので、そこは見送っていきたいと思います。いきましょう。か、お、下がりましたね。逆ですか。これはまた 19,500 円割ってますね。価格の節目割ってますので、もう一度売りエントリー入れてもいいかなと思います。いきましょう。水、木、金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。ついに60周線割り込んだというところですね。このまま割ってくると次ですね、100周線ですね、このサポートラインを割るかどうかというのがポイントになってくるかと思います。いきましょう。月、火、水、木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。なんとか下げ止まったという形ですね。ここは非常に難しいですね。この後上昇してここから下落してくれると非常に面白いんですが、それがポイントですね。いきましょう。月、やっぱり抜けちゃいましたね。火曜日から抜けました。19,500 円を、底として、そこで一旦トレンドが変わったといったところでしょうか。この後は今逆パンパカパンなので、まだ緑と赤の移動平均線がひっついてませんので、この後ですね、折れる可能性もあるかなと思います。いきましょう。水、戻ってきましたね。木、金、週足見てみましょう。はい、週足です。今度は60周線にサポートされたという形ですね。こちらがレジスタンスですね。上に上がれない。で、今度はここは、上に上がってサポートされているという形で、今ですね、この60周線がかなり意識されているのかなという局面だと思います。ということで、この後ですね、上昇していくと、今度は緑の、20日周線ですね。失礼しました。20周線ですね。20周線に当たった後で下落するようなこともあるかなと思いますので、ここはですね、ちょっと引きの形で見ると、そうですね、こういう形になっておりますので、慎重に進める必要があるかなと思いますね。下がるような気がなんとなくするかと思います。月、火、水、やっぱり下がりましたね。上昇して青に当たる前に少し疲れてきたと。で、今度狙うのがこの日大ですね。ここで一旦売りを入れて、反転してから、空売り入れてですね、空売り入れて陽線がついてマイナスになったら、そこは日大になりますので、玉を持ち替えて買いに持ち替えた方がいいかなと思いますね。行きましょう。一旦打診売りしたいと思います。行きましょう。木、金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。あまり動かないですね。価格が少し横ばってきたという状況かと思います。ここですね、下ヒゲに刺さってますので、次陽線出たら日大完成するかもしれませんね。いきましょう。か、割れてますね。月曜日ですね、今か割れました。ということで、逆日大にならなさそうですね。打診売り、団長はこの、陰線ですね、この陰線を見て打診売りして、今ここまで取れたといったところですね。この後そうですね、上から数えると1,2,3,4,5,6,7,8,9、なるほど、ここで9、9日目になりますので、一旦ですね、これはトレードして手仕舞いして利確したいと思います。一旦ここは利確します。次ここからはノーポジでいきましょう。水、木、金、はい、週足見てみましょう。はい、週足です。やはりですね、60周線意識されてます。今これサポートされてますね。赤の、5周移動平均線と青の60周移動平均線にサポートされてるという形ですので、なんとなく上昇してもいいかなという期待はありますが、一回割れてしまいましたね。ここは日大を期待したんですが、今は、下が赤、緑、青、紫といった形で逆パンパカパンになっているという状況です。もう一度逆下半身ですね、出たら、そこで打診売り入れてもいいかなと思いますね。いきましょう。月、
うん、来ましたね。これで日大ですね。まあ、日大というかここかクロスしてますが、一旦上昇して下に切り上がったというような形になるかと思いますので、打診買いしてもいいかなと思います。行きましょう。水、火曜日ですね。水、はい、ここは残念ですが、今ですね、逆日大、日大を予想したんですが、ここは、陰線出てしまいました。これですね、ちょっと失敗しましたね。やはり日大というのは、ここですね、緑と赤がひっつく前に上昇したら強いということにもかかわらず、今ですね、クロスして、ここの下半身で団長入れてしまいました。ということは逆にですね、この赤と緑がまだクロスしてないのにかかわらず入れてしまったという形になりますので、これはですね、相場先生の教えではないようなトレードかと思います。ここはもう一日様子見るべきだったかもしれませんね。で、ここがですね、逆に物別れしてしまいました。物別れの下半身の逆パンパカパン。こういったところはですね、逆に絶好の売りエントリーポイントになってしまいますので、ここはですね、残念ですが、団長一旦撤退して、売りエントリーに変えたいと思います。少し早いかもしれません。このラインですね、ここのラインを割った後にエントリーするのもいいかなと思いますが、団長はですね、一度今日は逆パンパカパンの逆下半身ですので、ここはエントリーしてみたいと思います。行きましょう。木、金曜日ですね。はい、今で金曜日ですね。週足見てみましょう。はい、週足です。なんとかこの60周移動平均線にサポートされてますね。ここは緑がだんだん右肩下がりになってきて、青の60周線も少し下がってきてますね。なんとなく全体的に下落トレンドの中にいるというような雰囲気に見えてくるかと思います。今ここ逆日大になりましたので、団長は今ここで売り入れて、このコマを見送っているという形で我慢してますね。この後陰線つけてくれると予定通りといったからところでしょうか。行きましょう。月、おお、いいですね。割ってきました。割ってきましたので、追加したいと思いますね。ここで追加しましょう。ということで、今度はですね、19,500円。ここでもう一度当たってダブルボトムになる可能性もありますので、このあたりまでですね、様子見ていってもいいかと思います。打診売り、追加といったところでいきましょう。か。うん。水。いいですね。おお、一気に割りました。ということで、19,500 円割りましたので、前の安値も超えてきましたので、ここも追加ですね、してもいいかと思います。上から数えると、1、2、3、4、5、6、7ですね。まだ8、9と、あと2日ありますし、逆パンパカパン中ですので、ここは果敢にエントリーしていいかと思います。追加しましょう。木。うん、すごいですね。結構暴落してますね。金。うん。はい、週足です。週足で見てみますと、ついに紫割れを起こしたというところですね。団長の検証動画第1弾の紫割れを起こして、下落トレンドに入っていくといったところだと思います。ギリギリですね、このあたり、60周移動平均線青にサポートされてたんですが、今回割り込んでしまって、しっかりとした逆下半身もついているといった形ですね。しっかりとした下落トレンドだと思うんですが、今ここから数えて9日目ですね。この下髭長いので、団長は一旦ここで手締まってもいいかなと思います。かなり取れましたね。打診売りですね。ここが打診売り。で、追加の追加で持ってきたと思いますので、しっかり取れてるかと思います。一旦ここで、打診、ここですね、利確したいと思います。ノーポジでいきましょう。月。か。よかったですね。この下髭、やはりこういったところはですね、逃げといてもいいと思いますね。うん、よかったです。水。また落ちてくるか。木、金、うん、週足見てみましょう。はい、週足です。週足で見ると、紫の下で陽線つけたといった形ですね。19,000円に刺さる前ですね。という形ですので、この後、そうですね、移動平均線、青と赤が割り込んでクロスして、緑が間もなく青に行こうというところかと思います。非常にちょっとですね、難しい相場展開になってきたかなと思います。狙いたいところは、この後赤が上昇したところの今度また物別れですね。これはかなりいい形だったと思いました。今日やったポイントとしては、ここで日大を、期待したんですが、団長ですね、これ失敗ですね。赤と緑クロスしたにもかかわらず、日大だと思ってエントリーして失敗。で、この後失敗しますね。で、ここで、逆日大だということで、買いから売りに変えて、この後取れたといったところまで来ました。はい、この後少し見ていきましょう。まだ下がります。おー。下がって、ここで団長利確しましたね。これで利確して、
この後一旦上昇するかと思ったんですが、またすぐこけたというところですね。ということは次ここでエントリーですね。エントリーしてこれを取って、そうですね、ここで手締まって、この上昇を見越して、あ、ここから上がっていくと、うん、こんな感じですね。はい、こういった形になるかと思います。はい、以上今日は日経225でのトレードでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。